はい、皆さん、こんにちは。村長スタジオです。今日はとっても可愛い、ポップな可愛いスラップベースというコンタクト用の音源を買いました。名前の通りスラップベースをとってもうまく弾けるコンタクト用の音源です。これはコンタクトのフルバージョンがいりますのでご注意ください。そしてこの可愛いスラップベースの特徴からお話ししたいと思います。可愛いスラップベースは通常、オートモードというのがありまして、音程で言えば C0 というキースイッチを指定しておくと、低い音は指弾きのようになって、そして高い音になるとスラップで弾いてくれたり、そこは自動でやってくれるということです。そして指弾きだけで弾きたいときは D0 を押すと指弾きで弾いてくれます。そしてスラップベースばっかりで弾きたいときは E0、この3つのモードがあるわけです。そして黒鍵のところで D#0 などを押すとミュートがかかります。この4つで演奏の形態は決まります。その他にスライドとかハンマーリング。ここらですね。これができるようになっています。その他にはこの画面下にあるようにグリッシェンドがいろんなのがあって12種類グリッシェンドが使えるようになっています。これが基本だということを覚えておいてください。ちょっと簡単にコード感もなくこのように打ち込みました。ちょっとこれを聞いていただきましょう。はい、このようにいろんな奏法を入れながらやっています。通常キースイッチはこのような位置に入っていくわけですけれども、スタジオ1ではサウンドバリエーションという機能があって、このカラフルな指定でこれらをやっています。もちろんこのサウンドバリエーションのセットは初めはなくって、私が一つ一つ作りました。もしこのサウンドバリエーションなどが欲しい方は YouTube などにコメントをください。無料で差し上げます。ただしこれはスタジオ1だけでしか使えません。通常はこのサウンドバリエーションというのは全くない状態です。このようにして一旦消します。そしてここに書いていけばいいわけです。何もなかった時はどんな風に演奏しているかちょっと聞いてみましょう。オートで弾いてみます。このように高い音になったらスラップが効いてくるということになります。例えばここ高い位置に上げます。こうするとこのように演奏はなります。こういう風になるわけです。低いところは指弾きになります。こんな風に自動でなってくれるわけです。これをもし指定を全部指弾きにしておくと、このようになります。このように、サンプリングが変わるわけです。スラップばかりにするとこうなります。このように指定をしていくわけです。スタジオ1の場合は鉛筆マークに持ち替えまして、ここで書いていけばいいわけです。はじめはオートから始まります。そしてこの細かいところだけは強制的にスラップにしてみましょう。それが終わったらまた元に戻ります。そして、このあたりは自動でやってくれるので、まあこんな感じでいいんではないでしょうか。そしてこの辺に、グリッシェンドを入れたいと思います。ここでグリッシェンドを入れる場合は、ここに、ちょっとこのゴースト入りの変わったグリッシェンドを入れたいと思います。
このようにしましたら、勝手にここの音は消されて、クリッシェンドだけになります。ちょっと手前から聞いてみましょう。このようになるわけです。これを普通のグリッシェンドに戻しましょう。こんな感じにできるわけです。これをちょっとリズムもつけて、聴いてみましょう。リズムにはユージャムのアイドル、これを入れています。とっても可愛くってキュートなスラップベースですね。ここに最近発売されましたユージャムのボーブのピアニストも足したらどうなるでしょうか。いい感じですね。さらにパーカッションを加えてみましょう。パーカッションの音源はシェイクストライク2、これを入れました。やっていくわけです。ではここからは応用的なお話をしましょう。アイドルでだいたいドラムの感じをつかんで、そのノリの良いリズムをまず作りました。どんな感じか聞いていただきます。感じのリズム感から作り始めました。それをイージーベースに持っていったわけです。イージーベースにこれらを持っていくときはドラム&キー機能のオートマチックに分析してくれるソフトに持っていきました。これはMIDIフレーズを一旦書き出しまして、デスクトップにMIDIフレーズを保存しました。キューベースの場合はすぐにドラッグ&ドロップができますが、スタジオ1はMIDIの持ち方が少し違うので、直接のドラッグ&ドロップはできないようになっています。そしてこれをここに載せたいと思います。こうすると分析されますので、そしてそれをこのように持ってくるわけです。そしてここにどんなフレーズを入れるかというのを、リプレイスMIDIで選択するようにします。グルーブタブを選択しまして、リプレイスMIDIをやります。ここでいろんなネタを聞きます。これでできたMIDIをスタジオ1に、このように引っ張っていけばいいわけです。こうしましたら、ここで、このように演奏ができるようになるわけです。この方法を用いまして、ここに音を作ってみました。8小節分あります。今は全てがオートになっていますけれども、ここをちょっと切り替えていきたいと思います。そうですね、どうしましょう。演奏自身は基本的にはオートでいいと思うんですけれども、スライドなどをちょっと入れてみたいと思います。ここにスライドを入れます。そしてまた戻ります。そして、じゃあハンマーリングも入れてみましょう。そしてまた戻します。このようにまた戻すとか言ってやってますけれども、サウンドバリエーションをまだ理解していない方には初めてかもわかりませんが、例えばここでモメンタリーにチェックを入れておきます。
そうしましたら、今度からはここに入れた時にも、このように上に乗ったようになります。こうしておけばこれが終わったら、また元に自動的に戻ってくれる。いわゆる一時的にこのようになってくれるわけです。そしてフリッシェンドも入れておきます。こんな感じでどうでしょうか。ちょっと聞いてみましょう。まずはベースだけで聞いてみます。はい、なかなかいい感じですね。じゃあこれにドラムなどを入れて、ちょっと弾いてみます。ドラムとそしてユージャムのピアノ。これを入れたいと思います。そしてミキシングも一緒にやっていきます。ミキシングの方には、このようにゲインステージングをするために、VU メーターも入れています。鳴らしながらバランスを合わせていきます。でしょうか。今日は最近発売になりました、とってもキュートな可愛いスラップベース、これを解説させていただきました。ボカロ P さんとかそういう方にはとっても使い勝手のある楽しいスラップベースだと思います。ぜひコンタクトを持っている方は検討してもいいのではないでしょうか。今日はご視聴ありがとうございました。村長ウスタジオ中の人でした。